こんにちは、おしょうです。いつもご視聴ありがとうございます。今回ですね、私が車屋さんをやってよかったことベスト3っていうのをね、やってみたいと思います。今回もですね、おまけのコーナーでですね、ベスト3の後のベスト10っていうのをですね、もうちょっとすでにね、先にこう作ってあるので、残りのね、4位から10位までおまけのコーナーでね、発表したいと思いますんでね、興味のある方は最後までご視聴お願いします。ではね、早速行ってみたいと思うんですけども、まずですね、第3位ですね。第3位は付き合う人間関係が変わったっていうことですね。これ、ね、人間関係が変わったのはなぜ3位なのかっていうことなんですけども、これはねやっぱりねお金以上に嬉しかったことですね。嬉しかったっていうかね、自分が望んでたんですけども、やっぱりねディーラーに入った時にみんな車が好きだと思ってたんですよ。車業界で働いてる人たちってで、車が好きだと思って私は入ったのに、もうね、もうほんとね、なんとも言えない、こう、虚しさというかね、自分は車すごい好きだったんだけど、もう周りの先輩とかね、車が好きって言っても、なんかちょっとオーディオを変えるとか、ホイール変えるとか、なんかそんな程度なんですよ。で、車好きって言ったってね、もうほんとね、なんか洗車するとかね、もう全然話が合わなくて、私はね、入った時に自己紹介でですね、もうその新入社員でね、入社した時の自己紹介でちょうど事務カーナにね、めっちゃハマってたんですよ。で、その会社も事務カーナの大会やってたんで、一緒にね、練習とか壮行会行きましょうみたいなのをね、自己紹介で言ったんですよ。そしたらね、みんなシーンとしてなんかねポカーンとしてんですよね。だからもうとにかくねもう嫌だな嫌だなって思ってたのはそこだったんだけども、自分で独立したらね、当たり前なんですけど、自分が車が好きだから車が好きな人たちが集まってくるんで、もうとにかくね楽しいんですよ。で、飲み会とか行ったってどこへ行ってもそうなんですけど、まあ、そういう車の話ができるんですけど、もう前のねサラリーマンの時はね車の話できなかったんですよ。みんな車嫌いだから。でも車の話もできない、仕事の話もできないんですよ。仕事の話って言ったら愚痴は出るんだけど、もうそれ以外の話は出ないんですよね。もうそれがすっごい嫌だったんだけれども、やっぱりねそれはね自分の中では変えたいなと思っていたんで、独立して人間関係が変わって、そういう車好きの仲間っていうのができたらすごい嬉しかったですね。なんでね、このベスト3に入ったっていうことですね。で、第2位は自分の車いじり放題ってことですね。もう自分の車いじり放題ってね、これ夢ですよね。もう車業界でもし今こうね、見ている方が従業員であれば、もうそりゃね、自分の車いじり放題なんてできないじゃないですか。当たり前なんですけど、仕事があるしね。で、昔はね、結構仕事終わってから自分の車をいじらせてもらうっていうのは結構ディーラーでもできたんですけど、今はもう全くできないですからね。まあ、それがね、いじり放題っていうのはすごくいい環境だなっていうのはね、当たり前の話なようなんだけれども、それを自分で作ったっていうのはやっぱ嬉しかったですね。で、かといって自分の車をいじり続けて、それで、今度ね、仕事なんでお金にならないとダメじゃないですか。だから自分の車をこうデモカーとして作ることができるんですね。これ全額経費でできるんですよ。これデモカーとして作ると全額経費なので、自分の名義であったとしても全額経費でできるので、これがまたね、節税にもつながると。で、しかもそれを販売したら利益が出るわけですよね。本当にね、もう夢のようでしたね。ただね、時間そこまでね、皆さんももしこの話を聞いて、よし、独立して自分の車をいじろうと思ったら、そこまでは時間取れないですね。なぜならですね、それをそればっかりやってると、さすがに仕事にならないんで、お金にならないんで、まあ、ある程度はね、まあ、空いた時間にちょこちょこいじったり、まあ、お客さんのね、仕事が終わったら自分の車をまたやったりとかっていうのもできるし、休みの日に行って自分の好きな時間にやって、好きなだけいじるっていうのも全然できるので、それはね、やっぱり良かったですね。そして、第1位は、自分のやりたいように仕事ができるっていうですね。これはね、まあ、なんでこれが第1位かっていうと、私が独立した理由がそれだったんですよ。自分が独立した理由っていうのはね、自分のやりたいように仕事したかったんですね。例えばお客さんの車を修理しているときに、そこまで手かけなくていいよとか、そんなのいいんだよ適当でとか、そんなとこどうせわかんねえんだから手抜けようとかっていうの散々言われてたんですよ。で、まあ、独立してから分かったんですけども、確かにそれは必要なんですよ。なぜ必要かって言ったら、例えば修理をするのに5万円の修理と
10万円の修理だったら値段が倍なんですよね。値段が倍なのに同じ手をかけちゃダメなんですよ。5万円は5万円の仕上がりにしなきゃいけないです。10万円は10万円の仕上がりにしなきゃいけない。私はこうね、お客さんが喜んでほしいなっていう気持ちがまず第一にあったんで、ちゃんと仕事しようと思って丁寧にやってあげようっていうの気持ちとしてはあったんですけど、やっと自分の思った理想の仕上がりできるようになったっていうことですね。あともう一つはですね、もう改造したかったんですよ。ディーラーにいたんで、もう改造なんか絶対ないわけですよ。もうありえないんですよね。絶対にありえないんで、ノーマルの車が来たらドノーマルに仕上げるみたいなね、当たり前の話なんだけど、まあ、私もカスタムやりたかったんで、オーバーフェンダー作ったりとか、バンパー作ったりとか、エアロ作ったりとかっていうのは、それを仕事にしたかったんで、それをやったんですけども、まあ、このね、動画でも紹介してますけど、あんなような仕事をバンバンやってたんですよ。もうね、私の会社はもうちょっとね、普通のバンキ屋さんとかで比べたら、6割ぐらいがカスタムだったかな。4割ぐらいが一般のお客さんだったんで、もうほんとカスタムの方が多かったですね。それはね、忙しかったですけどね、まあ幸せですよ。普通の板金ね、普通のお客さんっていうのは保険の修理だろうが何だろうが、そんなに時間は同じなんですよね。普通の板金っていうのは、まあ凹んでたら一箇所凹んでるものに対しては、大体どんな車が来てもそんな時間かかるもんではないんだけれども、カスタムだけは全然違うんですよ。お客さんとまず打ち合わせをして、お客さんにいろいろ途中で確認して、まあ、写真を撮ったりとかしながら、メールで写真を送ったりしながら、ここをどうしましょうかとかっていう打ち合わせをしながら、ちょっとずつ進めていくんで、めちゃくちゃ時間かかるんだけども、でもね、もうそれがやっぱ楽しかったです。ただ経営ってものに関して、経営だけを考えるんだったら、あんまり手を出さない方がいいなっていうのはちょっと気持ちとしてはありますね。まあ、例えばね、10万円の修理をね、10万円分ちゃんと利益出そうと思ったら、やっぱね、お客さんの求めてるところにはなかなか行かないんですよ。そうやってあげたいなっていう気持ちでついついやってしまって、結局赤字だったみたいなのね、よくありましたね。まあもう本当ね、記念すべき第1位、何の記念だか分かんないけど、1位はね、まあ、自分のやりたいように仕事ができるようになったっていうことですね。私が独立した一番の理由でもあったんでね、1位にしました。なのでね、まあ、なんかこれから独立したいなとか、会社作りたいなとかっていう方がいたらですね、まあ、ちょっと参考になればなと思います。まあ、過去はですね、整備動画とかも上げてたんですけども、まあ、これからね、私はちょっとこう整備とかもうやめてしまっているので、まあ、こんな話がね、聞きたいなっていうね、話だけでも聞きたいなっていう方がいたら、まあ、チャンネル登録お願いします。はい、ここからですね、おまけのコーナーなんですけれども、このやってね、よかった、車やってよかったベスト10ですね、ちょっと紙を見ながらじゃないと忘れちゃうからね。はい、第4位がですね、これもね、こうモテるようになった。これはね、まあモテるようになったっていうかね、こう普通にね、お客さんと普通に従業員として働いてる時には、まあなかなかね、こうお客さんに、まあ僕現場だったんで会うこともなかったんですけども、普通に社長っていう存在になって、まあお客さんね、女性のお客さんも結構来てたんで、まあそういうお客さんとはすごい仲良くなったんですね。結局これね、もうあの車屋さんやってる方はみんなわかると思うんですけど、女性がね、めちゃめちゃこう寄ってきた時には要注意なんですよ。要注意。これね、目的があって、自分の車を安くやらせようとか、こいつにオイル交換をタダでやらせようとかね、タイヤ安く買えるとかね、いろいろね、そういう目的があったりするんで、気をつけてください。女性にモテるんだけれども、ちょっと金も失うっていうね、いうのがありますね。はい。第5位はですね、儲かったら全部自分のもの。これは当たり前なんですよね。当たり前です。私がやってたね、ディーラーの時に、1ヶ月で300万売り上げた時があったんだけども、その300万売り上げて、自分の手取りは15万だったんですね。で、そういうことがあって、俺の稼いだ300万はどこへ行っちゃったのみたいな。なんで俺は15万なんだみたいな風に思ってる時はあったんだけども、まあ独立すりゃもう当然売上が上がれば自分の手取りというか給料ももちろん上がるので、それはめちゃくちゃモチベーションになるんだけれども、車屋さんあるあるなんですけど、これもね、売上が上がった時には必ず月の支払いがね、増えるわけですよ。これなんでかって言ったら、材料とか部品代がね、大量に出ているんですね。意外と儲かんないっていうのはね、そこで分かったんですね。売上バンバン上げてっても、あ、これ意外と違うなっていうのは分かったんで、そこからは売上ではなく利益をちゃんと見るようにはなりましたけど、まあだけどね、やっぱ嬉しいですよね。まあお金っていうのはなんだかんだモチベーションになりますからね、儲かったら全部自分のものいいなっていうのをね、まあそこはね、社長になる特権です。第6位は、これはね、意外かもしれないですけどね、やりたくない仕事。これ、ね、前回の動画でも言いましたけどもね、お客さんね、やりたくない仕事とか嫌なお客さんを断れるんですよ。断ることができるんですよ、自分で。社長なんでね。
前はねディーラーとかにいた時断れないんですよね。だけど従業員ではないんで社長なんでもうガンガン断れるんですよ。だからそういうお客さん断ってたらね、そういうお客さんの友達とかね、そういうお客さんを連れてくる人って、ね、そういう人ばっかりなんで、そういう人を一人断るだけで結構ねなんか働きやすくなる。あ、一回仕事なんかバーンと仕事なくなっちゃったなみたいなことはあるんだけど、実はそういうお客さんの周りにいた人たちもみんな来なくなっちゃう。あそこのね、あいつなんか最近態度悪いから行かない方がいいよみたいな噂になっても、そういう人と付き合ってる人たちっていうのはなんか似たような人たちなんで、それがいなくなるとね、いい人たちが今度ね寄ってくるようになるんで、あのお客さんがいるんだったら俺行かないみたいな人たちもやっぱりいたみたいな感じだったんで、まあ、それはね良かったですね。はい。で、なかなか断れない人いると思うんですけども、これね、ポイントがあって、断るポイントは、いや、お前なんか来るんじゃねえと、お前みたいなのは絶対来るんじゃねえと、お前なんか大嫌いなんだって言ったら喧嘩になるじゃないですか。で、これ、いい断り方があってですね、その人が最も嫌うのっていうのはですね、もう値段を上げるってことなんです。めちゃくちゃ値段高く言うんですよ。見積もりめっちゃ高くして、値引き一切しないと、文句だけガンガン言って帰ってきます。なんだお前はケチだな、儲けやがってみたいなことをガンガン言われるんだけど、もうそれで二度と来ないですから。ああ、じゃあいいですよ。他に安いとこあったら、じゃあ他行ってくださいみたいなのさらっと言っとくとね、もう来ないです。もうそういう風にして値段をね、とんでもない値段言っとけば、オールペン、ああ、うち100万ですね、みたいな。え、なんでこの辺だと違うじゃないかみたいなガンガン言われるんだけど、もうそんなん無視です。そうやってね、値段を上げると断れます。二度と来ないです。あ、これね。これ第7位なんですけど、営業能力がめっちゃ上がりましたね。営業能力が上がるっていうのはすごい嬉しい話ですよね。営業能力ってね、これ私もともと板金屋で現場だったんで、営業なんか全然やったことなかったんで、どうしていいか分かんなかったんですけども、自営業で独立したら自分一人しかいないんで、自分で営業しなきゃいけないんだけど、いろんなところ回ったり、チラシ配ったりとかね、電話したりとかね、いろんなことしながらやってるうちに、やっぱ営業って覚えるんですよね。っていうのはね、そういうのをその時にやっぱり学んでよかったなっていうのはありますね。で、8番ですね。第8位は、話すのが上手になったってことですね。これはね、車屋さんや現場やってる人たちはみんなわかると思うんですけど、もうめちゃめちゃコミュ障みたいなもんですね。お客さんと接するときとかね、笑顔のとか挨拶とか、そういうのね、わかんないんですよ、あんまり。こう、もうちゃんと挨拶しろとかって上司には言われるんだけれども、でもね、やっぱ現場やってる人たちは恥ずかしいんで、なかなかうまくいかないんですね。そこできないんですよ。だけども、もう自分でやったらね、もう、だってお客さん来たら、まず接客のといらっしゃいませから言わなきゃいけないし、めっちゃ笑顔でガーッ走ってて、いらっしゃいませ、いかがしましたみたいな、なんかこう話しかけていって、そこからお客さんととにかく仲良くならなきゃいけないですね。どうして選んでくれたんですかって言ったらね、私の性格ですみたいなね、そういうのはよく言われることあったんでね、嬉しかったですけど、やっぱそれもね、愛想だけじゃなくって喋るのもなかなか苦手みたいな感じだと、そういう風にならないので、まあ喋るのはね、一生懸命やってれば誰でもできるようになるんで、こうやって動画でも喋ることできるんでね、そこはいいかなと思いますね。はい。第9位ですね。お客さんの結婚式。これお客さんの結婚式に呼ばれるっていうのが意外ですよね。結構ね、呼ばれるようになってったんですよね。どん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 一人呼ばれたら次も呼ばれて次も呼ばれてっていう感じで結婚式結構な数行きましたけどもね。もう本当に嬉しいですよ。やっぱりね、自分のお客さんに結婚式呼ばれるほど仲良くなったというかね、結婚式ってすごい話ですからね。だから上司でも何でもないわけですよ。家族でも親戚でもない、本当にね、単なるね、板金屋のおっちゃんをね、結婚式に呼んでくるって、これすごいことだなと思うんですけど、やっぱりね、そういう経験ができるっていうのは、なかなか従業員の時じゃないわけですよ。従業員で、あそこの、俺の車直してくれたやつ、ちょっと結婚式呼びたいんだけど、なんて絶対ないんですけどね。それはね、呼んでくれたのは本当に一生の宝だなと思うし、そういうお客さんたちとはやっぱりね、長く付き合ってたなっていうのはありましたね。はい。で、最後に第10位なんですけども、これ休みが自由に決められるってことですね。これ休みが自由に決められるっていうのは、なんかね、サラリーマンとか従業員の人たちからすると、休みがね、自由に決められるのはもっとね、10位じゃなくて上の方に来るんじゃないかと思う方いると思うんですよね。これがね、実は逆なんですよ。逆なんです。私の場合はね、会社を休むの、車も好きだし、仕事も好きだったんで、仕事をね、その仕事をこう休むっていうのがあんまり好きじゃなかったんですよ。もうできれば仕事したいんだって、これもちょっとやりたいのいいなとか、私はね、日曜日休みにしてたんですね。もうお店なのに、お店のくせに日曜日休みって結構ね、度胸がいりますけど、まあそれはやっぱり家族のためですね。本当に家族のためだったんで、子供も小さかったし、やっぱ日曜日しか出かけられなかったんで、もうなんとして
しても日曜日だけは絶対休むと決めていたので、まあお客さんには申し訳ないけど、まあ土日休みの方は土曜日に来てもらったり、まあその代わりですね、その代わり平日のお客さんが仕事終わって帰ってくる時間に合わせて、私は何時であろうとね、夜12時だとか1時とかにお客さんの家行くところが全然ありましたけどね、その代わりお客さんが仕事が終わってからは付き合ってたんで、日曜日だけは休みにしてたんですけど、まあ、あとはですね、ゴールデンウィークとか長期連休は結構長く取ったりとかもしてたんですけど、そういった、まあ、休みをね、自由に選べるっていうのはね、結構良かったですね。ゴールデンウィークであれば、みんなが5日まで休みであれば、じゃあ自分は6日まで休みにして、一番空いてる時間に帰ってこようとかっていうのもできたし、そういうのはできたんで良かったんですけど、なぜ10位かって言ったら、あんまり休みたくなかったっていうのはあるんですね、本当はね。本当は仕事してたかったんで、やっぱ家族とか子供のことを考えると、ちょっとそこはね、やっぱ、と思ったけども、まあなんだかんだ言いながらね、しょうがなく休んでたなと。ただやっぱその休みいつ休みにするかっていうのは、もちろん子供に合わせようとか、なんか家族に合わせようとか、そういうのは全部ね自分で決められてたんで、そこはねまあ良かったなと思います。まあだからね、一応10位にはなってますけども、まあそれが入りました。はい、いかがだったでしょうか。車屋やって良かったことベスト3ですね。おまけではベスト10位まで、発表させてもらいましたけれども、またね、こんなことをね、やっていこうと思います。次回はですね、車屋やって辛かったことですね。嫌だったことベスト3みたいなのをね、次回やってみようと思います。最後までご視聴ありがとうございました。誰でこんなのどこに貼ったの。こう言っちゃおう、こう言っちゃおう。3番あ、剥がせた、剥がせた、あ、もうだいつ、あ、そう、本番だ。ありがとうございました。